100周武道具店の動画。皆さんこんにちは。この表紙の綺麗な海の写真、一度は行きたい日本の絶景春夏編2019。この表紙の海の写真、実は100周武道具店から車で10分ぐらいのところにあります。香川県三豊市秩父ヶ浜という海で、時間とタイミングが合えばこのような綺麗な写真を撮ることができます。それともう一つ載ってました、100周武道具店から車で5分、香川県観音寺市の銭形砂絵です。とっても綺麗だからみんな見に来てくださいね。こんにちは、100周武道具店のうがです。やってますか。おー、今日はリクエスト動画です。ネイヨンさん、ありがとうございます。店長助けてください。いつも試合でいいところで打とうとしてるのに、面ギリギリのところで止まってしまいます。適当に打っても一本にはならないと注意されます。しかも私は打ちが優しすぎてなかなか一本になりません。試合で勝って今度の中学校の総体で県大会に行きたいんです。どうすれば当たるようになりますか。ありがとうございます。まずはこの気持ち、やる気がすごい。もう何年生か分かんないけど、絶対県大会行くんだっていう気持ちがまずは一番大事。その上で今回のネイヨンさんと同じように、試合の中でね、どんな打ちが一本になるのか、どんな打ちだと一本にならないのか、旗から見てる分には分かるんだけど、いざ自分がやるときに、なんでこれが一本にならないのかな、なんで私怒られるのかなっていう、そのレベルにいる人、次のレベルに行くためにいい稽古法があります。それは打ち込み稽古っていう稽古法です。なんだよ店長、打ち込み稽古だったら知ってるし、なんだってもうやってるよ、その次を教えてよっていう声が聞こえてきそうだけど、今日だけ、今だけもう一回打ち込み稽古見直してください。多分明日からの稽古で打ち込み稽古の見方が変わると思います。打ち込み稽古ってのはどういう稽古かというと、これまで例えば面打ち、固定打ち、固定面打ち、胴打ちといった風に単体でそれぞれ習ってきた技を、元たちに対して連続で基本通りに大きく打っていく稽古法です。そしてここからがポイントなので、よーく聞いといてね。打ち込み稽古っていうのは大きく基本通りに確実に連続して打っていく稽古法なんです。それでこれを聞くとみんなね、ってなるんですよ。また基本かよ、大きく確実にはもうできると。私がやりたいのは小さく早いのがやりたいんだ、なんでまたそれ基本やんないといけないんだ。実はここが一番差がつく考え方なんですよ。小さく早く打てる子っていうのは必ずよ、全員が大きく打ってもしっかり打てるんですよ。でもこの打ち込み稽古でやるような大きく正しく基本通りに確実に打つっていう打ち方は試合の中じゃ目立たないんだよね。見たことがない。だからみんなよく目にする小さく早く打つ、こっちばっかり練習しちゃうの。でもその前にやっぱり大きく正しく打てないと小さい打ちはできないのね。だからこっちばっかり練習してる人っていうのは小さい打ち練習するんだけど、どれも不十分で一歩にならない練習ばっかりしてるわけ。なんで先生がみんなに普段の稽古の中で打ち込み稽古大きく正しく打ちなさいってやってるか、これは意地悪してるわけじゃないんですよ。また基本かよ、また大きくかよ、もう飽きたわーと思ってるかもしれないんだけど、先生はみんなにこの打ち込み稽古の中で一つ覚えてもらいたいと思ってるんですよ。それこそが一本になる感触なんですよ。先生はみんなに打ち込み稽古を通じて一本になる感触、手応え、どういう打ちが一本になるのか、具体的に言うと危険体の一致ってやつだね。声、打ち、体、その3つが一本に揃った時の打ち、これを覚えてもらおうと思ってるの。危険体の一致の他にも、市内の打突部位でちゃんと面の打突部位を打ってるか、声はどうか、打った時の姿勢はどうか、刃筋はどうか、斬新の足はどうか、こんなところまでみんな打ち込み稽古で練習できるんです。これが今日の回答になります。ネイヨンさん、店長助けてください。いつも試合でいいところで打とうとしてるのに、面ギリギリのところで止まってしまいます。打ち込み稽古やってください。適当に打っても一本にはならないと注意されます。打ち込み稽古やってください。しかも私は打ちが優しすぎて一本になりません。打ち込み稽古やってください。基本通り正しく面こて面こて面どう、全部が一本になるような打ち込み稽古をやってください。というわけでネイヨンさん、試合で勝って今度の中学校の総体で県大会に行きたいです。その気持ちがある、やる気があるんだ
ったら打ち込み稽古を持ってやってください。打ち込み稽古やってるとやってる中もつまんないよ、つまんないけど、その中で早く動けるようになったとか、鋭く打てるようになったとか、あれ今のなんだっていう手応えを感じる一瞬があるんです。それこそが一本になる打ちが分かった瞬間なんですよね。もう体で覚えるっていうイメージ。そして今度はかかり稽古をチェックしてください。苦しいよ、きついよ、だけどかかり稽古の時に一本にならない打ちをやってる、姿勢が崩れてる、残心がうまくできない、そうなったらまた打ち込み稽古に戻ってくるんです。行ったり来たり行ったり来たり、両方上手になってくる頃にはもう一本になる打ちっていうのが分かって、足もこなれてる、みんながやりたい剣道にレベルアップしてるわけですよね。それでメールをいただいたネイヨンさん、また同じ悩みを持つあなた、聞いてください。せっかく打ち込み稽古やるんだったら最大限の効果が出るようにやりたいですよね。それには一つだけ大事なこと聞いてください。それはかかっていく側、打ち込んでいく側が打つ前に必ず一歩攻めるってことなんです。一歩攻めてから打つ、これで劇的に変わります。普通の打ち込み稽古っていうのはまず元たちがはいどうぞって開けるからそこをポク、はいどうぞって開けるからそこをポクってやるんだけど、みんながやりたいより実践的な打ち込み稽古にしていくためには大きく正しく打つのは一緒、そうなんだけど、打つ側が一歩入る、それを見て元たちが難しいんだけど、それを感じて元たちがパッと上げてあげる、でその隙をすかさずスパーンと大きく正しく打つ、そういう打ち込み稽古にやっていくと打つ機会っていうのが分かってくるんですよね。だから打つ機会が分かるようになってで、一本になる打突のやり方も分かるようになれば、もう最高なわけですよね。みんながやりたいことそのまま。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よー。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。